おはようございます。釣り子 TV です。シマのハードブル、ね、これね一巻き手に入れたのでちょっとねリールに入れていきたいと思うんですけども、まあこの糸なんぞやっていうことで、シマノから2024年に新しく登場する PE ラインですね。で、事前にこれ黒田プロの動画とかでねいっぱい解説されているんですけども、このハードブル登場前と登場後で、PE の世界が変わりますよなんていうね、そんな風にねもうおっしゃっていたとんでもない糸なんだなっていうことで、PE ラインでなんかそのすごい変化があったなっていうのは、あの4本寄りからなんていうかですね、8本寄りとか今12本寄りとかね、そういう感じで寄りの数が変わって、でその時はねものすごい変化を感じたんですね。従来の PE ラインっていうと、まあそれまでまあそれしかなかったからというか知らなかったからか、まあ4本寄りの PE ラインで、PE ラインって使っていて、でそこから8本寄りとかになって、あとコーティングの仕方がねいろいろなメーカーによっていろいろな味付けが変わったりして、それによってまあまた使い心地が1段階変わったなっていうのは感じていて、でハードブルですよね。まあ8プラスって書いてあるから、まあ8本寄りなんだろうなーなんていうのは想像つくんですけども、これまあ春ぐらいに発売開始ということなんですが、これねスペシャルサンプルっていうことで、なんとですね今年の展示会会場で島のブースに、いち早く駆けつけるとですね、この、サンプルの糸がお試しで、もらえちゃうよね。すごいですよね。そんな島のブースね、いつもカタログとかね、もらいに行ったり買いに行ったりとかしてますけど、こういうまあなんていうか試供品というかね、まさにね使うものが配られるなんていうのを結構前代未聞だなぁなんて思って、まあそれだけ自信がある、まあまずは一回使ってみてよっていうね、こういうことなんだろうなぁと思って、ものすごい気合の入ってる糸なんだろうなぁ。で、何が変わったのっていうと、ここに書いてあるんですけども、その糸の原子にスペクトラっていうね糸が使われている。今までの従来の PE ラインでは使われていなかった、厳密に言うと昔ね使われていたことはあって、それが日本に入ってきていたことはあったと思うんですけども、最近だとですねあんまり聞かなくなったなって。昔の多分あのスパイダーワイヤーとかめちゃんこ強い PE ラインがあったんですけども、そこら辺のラインがスペクトラワイヤーを使っていた糸じゃないかななんて覚えてるんですけども、そのまあスペクトラをですね編み込んで作ることによって、ものすごいですね、強力な PE ラインが仕上がったよっていうね、こういうことでいいと思うんですけども、あとは味付けとしては、従来の糸よりだいぶ、固めに仕上げてあるっていうのをね、動画でおっしゃってましたね。まあ実際にこれはね、使ってみていろいろ、あ、こんな感じだったよとか動画でお伝えしていければなと思うんですけども、このスペクトラというですね、原子を使うことによって、むっちゃんこ強い PE ラインになった。で自分もね、昔ね、あの、ライブ配信の時行ったことがあるんですけども、前浜の、まあ、某リゾート施設でですね、こう、タコをあげるってね、スポーツカイトっていうんですかね、めちゃくちゃ巨大なタコをあげるっていうね、仕事をしていたことが過去にあるんですけども、その時に使っていたのも、スペクトラのね、寄り糸だったなっていうのをね、なんとなく思い出して、まあ強いんですよね。まさかあの、その、なんていうんですかね、巨大なタコをあげて、その、お客さんのところとかにね、落としたりしたら大事件なので、まあ実際に一回も落ちたことはないんですけども、もうめちゃくちゃ丈夫。何百キロっていうね、力がかかるね、5連のタコとかをね、ブンブンね、回しても、一切ね、切れたり、へたったりすることがなかったっていうね、スペクトラっていうと、まあ超強力な、ね、糸だなって。あとはね、防弾チョッキに使われていたりとか。まあ、とにかく、なんか、これは、絶対にっていうところで使われている、
なんていうか繊維がこのスペクトラだななんていう印象はあるんですけども、まあ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 それを編み込んで作ることによって従来より耐摩耗性とかがめっちゃんこアップしているっていうことで良かったと思うんですけども、まあこんな感じのね説明書きもあるんで、ちょっとねこのサンプルで配られていた糸どんな感じなのかちょっと開けてみますね。いやーちょっとねなかなかもらったっきり何の釣りに使おうかなとか想像していて、まだねリールにも入れていなかったので、はい、こんな感じのパッケージですね。ハードブルの 0.65150m っていうことで、これね嬉しいですよね。なんていうかこういう試供品の糸だと大概まあ80m とか 50m とかちょっと短めな糸巻き量かなと思いきや、あーだいぶ太っ腹ですね。150m も入ってる、すげー嬉しいなこれは。で、ね、号数はねこれ 0.65 っていうのを選びました。っていうのもそのなんだろう、朝早くねダッシュして島のブースに行って、アンケートを答えるとですねこの糸もらえたんですけども、 0.65 から2号か3号ぐらいまで選べたかな。このシリーズねもっとね違う号数もあったと思うんですけども、このまあ細い番手から 0.8 とか 1.5 とか2号とかそんな感じで配られていたかな。で自分はねこの 0.65 一巻きくださいっていう感じでね、お願いしてこれをもらってきてみました。これをね使おうと思っているのがまあブラックバスのパワーフィネスとかもちろんなんですけども、ちょっと海釣りでもいくつか試してみたいなっていう釣りがあって今回は 0.65 選んでみました。でねこんな感じの綺麗なね、なんとかライムグリーンみたいな感じのカラーですね。あーでねこれちょっと映ってるかな、こう見えますかね、結構ねハードブル、硬めのキーラインっていう感じでいいかな。まだねこれリールに巻いてみて実際に使ってみないとどれぐらいなのかっていうのね、まあでも、すごい硬め、なんか張りのあるねこの感じですね。かといって別にそんなめっちゃんこ硬すぎてそのリーダーとかね組みづらいとかそういう感じではない風に、まあ今こうなんかネジネジ触ってるだけですけども感じますね。まあこんな感じで入っていて、であとねこういう感じの冊子も配られていたので、ちょっと巻き始める前にね、発売前にこのハードな耐久性を体感しよう。やっぱ耐久性がすごいんだなっていうことで、感想はハードブルで SNS に投稿、SNS に頑張って投稿したいと思います。動画も撮りたいと思います。これがまず、体感できちゃうということで、たどり着いたのは張り腰を生む、素材と製法っていうことですね。機能を支える、PE 原子スペクトラ、スペクトラ繊維が MX2 工法に適しているね。同じ太さでも構成されているファイバーの太さが違うとかですね。だから摩耗に強いね。まあ、大まかに言うと擦れに強い、トラブルを低減、ベイトリールにもおすすめなんていうことが書いてありますね。で、0.65 から6号、結構太めのところまでラインナップするんだな。あとね嬉しいのが、そんな感じの、強いね、最新の P ラインだがお高いんでしょうなんて思うんですけども、ね100メートル巻きで1950円、150メーター巻きで2950円、店頭ではもうちょっとね割引とか効くんじゃないかなと思うんで、この価格のところもねすごいね買いやすい価格に抑えられている。まあここら辺ピットブルシリーズなんかもすごい買いやすい P9 だななんていうね印象だったんですけども、ハードブル今結構糸ってねなんかどんどんなんか高くなっている印象があって、そんな中でまあ100メートル巻き、150メーター巻き、200メーター巻きで選べるんですけど、どれもねそこまで
めちゃこう高くなってない。で、8本寄りで、で、強くなってるよっていう時点で、まあ、使ってみたくなるよなって。あとは、その、まあ、シマノのインストラクターの方が、こういう、使い方に合ってるよっていう、あ、そっか。従来の P ラインはこの、イザナスっていう原子を編み込んで作っていたよっていうことなんだけど、このハードブルだけはスペクトラっていうね、原子を使って編み込んでいることによってめちゃんこ強くなっているよっていうね、こういうことみたいですね。まあね、こんな冊子がね、もらえたりするんで、P ライン好きとしてはね、まあ、結構海釣りとかはね、P ラインよく使うし、バス釣りもですね、細番手の P をスピニングに入れて使うっていうのはよくやるしね、ちょっと楽しみですね。じゃあね、まあ、この、早速、ハードボルの 0.6 号を、リールに入れていきたいと思うんですけども、そこで、持ってきたのは、島ので行きたいなと思ってね、大好きミラベルこれね、シマノの結構安いリールなんですけども、結構ねブラックバスからね海釣りからねいろいろ使ってるんですけど、とんでもなくね使いやすいっていうかね、全然使用感が落ちないのと、こんな安くてこんな高性能でいいのかなっていう感じなんで、今回はねこのミラベルにハードブルを入れようと思います。でミラベルには、前のこれなんだっけな、なんかね、いつも P ライン入れて使ってるんですけども、これは従来の普通の P ラインかな、 0.65 を入れてると思うんですけど、まあ、この従来使っていた 0.65 の糸からね、このハードブルに入れ替えてね、ちょっといろいろ使い込んでいこうと思います。じゃあね、ちょっとこれ糸を抜いて、そんで、まあこれを入れてね、また戻ってきてみたいと思いますので、はいはい、ということでね、ミラベルにハードブル入れてみました。ちなみにねこれ、2500の SHG っていうねモデル自分ね使ってるんですけども、それにほぼ下巻きだし、まあねいくつか滑らないようにちょっと、下巻きは入れてるんですけども、に 0.65 を 150m 入れたら結構ぴったりな感じ。どうですかね、これ以上入れるとちょっとトラブル起こっちゃうのかなっていう感じなんで、まあ 2500SHG には 0.6150m でぴったりだよっていうね、そういう感じで、で今これちょっとね見えづらいかもしれないんですけども、実際にハードブルね入れてみて巻いてみて、まあ確かに言われてるように、結構張りのある糸ですね、硬いね。でこれによって対摩耗性とかが非常に強いよっていう糸なんで、まあちょっとそのこれで使ってみたいのが、そうですね、黒鯛のフリーリグの釣りとかね、あとは、シーバスでちょっとストラクチャー周りを打つ釣りとか、それとブラックバスだとそのまあなんだろう、カバーに、スモラバを入れ込んでいく釣りとかですね。はたまた、まあ、細くて強いっていうことだったら、その、遠めのボイル打ちとか、ちょっと感度欲しいなっていう円筒系のライトリグの釣りとかね、そういうのにまずは導入してみようかなっていう感じで、このスピニングタックルにね、ハードボール入れてみました。まあ実際にもうこっから先は使ってみてっていう感じの話になるんですけども、まあ先ほどから説明しているように、その非常にね、素材が変わることによっていろいろな性能が変わってくる P ラインだよっていうことなんで、ぜひねちょっと使用感も実際に使ってみた人とかね、コメント欄にこんな感じだったよとか、こういう使い方に良かったよなんていうね、情報欲しいんですけども、自分はまずこれで、そうですね、ちょっと、海の釣りからブラックバスからいろいろ試してね、また、インプレッション上げていければなって思うんですけども、まあこういうねスペシャルな糸が、今年はそのなんと島のブースで、スペシャルサンプルとして、配られていたよってところと、まあちょっとざっくりとしたね、どういう違いがあるのかっていうのをね、説明してきたんですけども、まあスペクトラ採用によって今までの、P ラインとはもう全く、違う使用感、
強さだよっていうねことなんで、ここからねまあ150メーターも巻いてあるんで、多分向こう1年ぐらいはずっとね、この糸で、シーバスからブラックバスからいろいろねやると思いますので、都度ね、使用感なんかお伝えしていければなと思います。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、シマノブースで配られていたですねスペシャルサンプルのですねシマノハードブル、これね春先に新しく出る、シマノの P ラインですけども、これをね、リールに入れてみたり、こんな糸みたいですよっていうのを、ご案内する動画でした。それではまた会おうぜ。